ルームツアーをしたいと思います。たらーん、たらーん、これ沖縄で買ったら、ここにテレビ置いてん、やばー、可愛いテープでやったら結構ね、おしゃれになる。こんにちは、みぽたぽたです。はい、今日はルームツアーをしたいと思います。イエーイ。新居紹介から結構経ってるんですけど、中学生の頃から模様替えめっちゃ好きやから、まあまあ、部屋変わってるね。ベッドの位置も変わったし、多分可愛くなったと思うから、可愛いから、めっちゃ。だから、ちょっと、よかったら、最後まで見てください。ということで、いってらっしゃーい。まずは、クローゼットからちょっと開けていきたいと思います。たらーん。たらーん。まあ、いつも通りなんですけど、色ごとにこうやって分けてます。結構最近はブルー系着るから、ブルー系真ん中に持ってきてるけど、最近冬服から春服に変更しました。まあアウターどかしただけやけど、こんな感じ、なんか出てる。で、上はパジャマ。あ、これ誕生日、去年一昨年の誕生日、去年かにもらった、ファンの子からもらったアルバムです。あ、来月です、誕生日20歳。で、これはインナー類、まあ、って感じかな。下は夏服入れてたり、三脚置いてたりします。まあクローゼット綺麗やろ一応ちょっとだけハンガー違うけど、似てるやつにしてる。前住んでた新居で使ってたハンガーはちょっと、新居じゃないわ、まあいいや。ダメ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 、諦めたら。はい、でね、横に行くとダーン、これを買いました。ハンガーラックみたいなやつ、春服のアウター。今は上に羽織れる系をね、かけてます。なんかさ、これさ、後ろ穴開いててんえ、めっちゃ最悪ちゃう。このジャージめっちゃ可愛いのにさ、え、これどうしたらいいの。これ絶対着られ捨てた方がいいかな。はぁ、悲しい。え、これなんかどうにか着る方法あったら教えてほしいで、ここベルトかけてます。あ、最近外出してないからさ、ベルトとかしてないけど、このね、キティちゃんのね、このなんか、何これ、チャリチャリ、チャラチャラしてるベルトが超可愛いの。ベルトでーす。ベルト結構意外と好きやねん。で、下が入りきらないカバンとか、なんか、コスプレとか、テーマパークのカチューシャとか、適当になんか、ショッパーにいっぱい入れて、置いてる。わっ！これ沖縄で買った、さ。ワンちゃん。え、めっちゃリアルじゃない？マジで。ワンちゃんに会いたくてしゃあないけど、実家に帰るのはあれやから我慢してるから、辛いからこの子見てるって感じで、上帽子かかってて、ここさ、ほんまはそこにさ棒あってんけど、通路に邪魔だから取ったから、この子かぶせて可愛くしてる。下にもいるよ。あ、これファンの子からもらった、ありがとう。で、テレビケース置いてます。ちょっとちっちゃく貼ってる、1個だけシールって感じで、全身鏡、あ、虹顎、やべえ、ここ全身鏡でーすってと思います。じゃあまずこっちかな。え、なんかね、ちっちゃいゴミ箱、おっきいゴミ箱捨てちゃったから、今なんか洗面所に置いてたゴミ箱を使ってるんですけど、この前間違えた iPhone ケース捨てちゃって、ちょっと怖いから念のためにラップを見てます。ちょっと大きいの買いたいのね。うん、可愛いゴミ箱。ググル。アマゾンで調べる。あ、カメラが落ちる。ごめんなさい。で、ここにテレビ置いてん。やば。前はね、そこの角にあった。テレビの、あ、こんにちは。で、テレビの前にはこのルームフレグランスと、普段使ってる香水とアクセサリー、これバブレスの、どこやったっけ、裏腹で買ったやつ。これ沖縄で買ったアクセサリー入れやねんけど、ちょっと詰めてないんで、これ入れてます。ヘアクリップとか置いてます。これね、実家から持ってきたハードディスクやから、めっちゃ昔のね、録画残ってんねんけど、トイストーリー3とか、おうち時間で5回ぐらい見た飽きひんねんな、トイストーリーで。ここにはカバンが相変わらずかかってます。一つはネックレスやわ。うん、机いきますね、こんな感じ。え、100円置いてる、また。チェリーメイのティッシュ箱、パソコンは常にテーブルでやってる。
で、こちら YouTuber さんのスタイルブックを置いてて、さわちゃんと、てんちむさんと、古川ゆかちゃんと、これはね、返事真面目で出てたやつの中の一つ、クリエイターチャンネルさん出してもらってたんで、持ってまーす。で、カロリーミットは、ご飯食べるときに忘れへんように、テーブルの下置いてて、まあ、イヤホンとか、これリップ入れ。リップめっちゃ入ってる。で、リモコン置いてまーす。見て、ラグ新しく変えてん。もふもふ。なんかね、醤油こぼしちゃったから、新しく変えた。今度こそ横さんように頑張ります。ほんまに。あ、これ毛布。フランフランの毛布です。かわいいね。あ、いつもこの鏡でメイクしてます。ニトリのやつ。で、ここにはシナモンちゃんとクッションがあって、これニトリで買えますよく聞かれるんですけど、かわいいよな、この色。で、このウェイクと、お窓。これね、部屋にシュッシュするやつ。これまたルームフレグランス。で、これボディ、何？ボディミスト。ね、この二つがフランフランで買って、これが、あ、これね、読み方忘れたわ。みんな教えてくれたけど。ラリネ。です。ボディミスト持ち歩きたいと、今日になんかちっちゃいとこに入れた。のがこれで、アナセイのリップ可愛いから飾ってます。これあのカメラマンさんにもらった絵じゃない写真だ。で可愛いからっていうかめっちゃ雰囲気好きだから飾ってますって感じです。可愛いよなここ。あ、ちょっとベッド通り抜けて、ベッドの後ろシナモンくんが大量にいます。なんかシナモン全部そこに並べててんけど、オタクみたいな家やなみたいに言われたから、え、なんかそういうんじゃないしと思って、ちょっとお裾分けしようと思ってる友達に。うん、自分で撮ったやつだけ UFO キャッチャーしすぎた。でもちょっと可愛いのでここで集結させてますちょっと可哀想かな。じゃあベッド行きます。ダダン、セミダブル。あ、言ったか前、誰か寝てるぞ。起きて起きて起きて、何かわいい。見て、壁にね、泉子とかさんのポストカードと、メリージェニーの曲についてるタグ。ちょっとメリージェニー大好きやから。こうやって、かわいいから飾ってます。かわいいテープでやったら、結構ね、おしゃれになる。ここにね、もっと写真増やしたいなって思ってる。ポストカード。こちら、まあ、リモコンとか置いてて、これは相変わらず大好きな宇宙人、宇宙人じゃない、宇宙飛行士。で、これはリップです。リップリップ。で、お気に入りのアクセサリーをパンって置いて、ネイル、これね、なんか爪のネイルオイルみたいな、キューティクルオイル、ローズの香りがする、めっちゃいい。気づいた時に塗ってる感じです。で、こっち行くとキャンドル、これゲランのキャンドルなんですけど、めっちゃいい香りして寝る時にね、そう、めっちゃファーンっていい匂いするから、ここにちょっとポンって置いてます。キャンドルっておしゃれ、私キャンドル置いてる19歳。まあいっぱいおるか。で、目覚まし時計は携帯じゃ起きられへんから、ジリジリジリっていうやつで置いてますえ、朝の5時ってバレてる大好きなモデルのアモさんのね、スタイルブック、ちょっとね、表紙もめっちゃ可愛いから飾ってまーすって感じかな。で、これシナモンのクッション、ジェラピケの首座るやつって感じで、ベッドは結構こだわってるかも。ぼやけてますね。あ、いけた。ベッドはこだわってるかもしれん。なんかね、白で統一して、あ、まあブルーも入ってるけど、言葉では表せへんけど、なんか落ち着くような感じにしてます。かわいい最後、ここ最近ね、つけたイルミネーションキラキラ。なんかずっと前にイルミネーション頼んだらめっちゃカラフルが届いちゃって、今はこれ白です。ちゃんとした白の方が好きやから、こういう感じでカーテンにかけてます。カーテンもね、レースを手前にした方が可愛い。撮ってみた。あ、ライトはいつもね、ここに置いてる。ちょっとめんどくさいから。で、ギター。え、ちょっとこのさ、ライトでいつも寝てるねんけど、こうやって寝るやろ、電気をピンって消して、消えました。こうやってねんねん、キラキラしてるねん。で、起きてもこれやで、幸せ。かわいいお部屋自画自賛って感じ。以上かな。うん、 OK。 はい、ということで以上
ネポさんのお部屋でした。なんかめっちゃ暴れた子みたいになってる。どうだった？ほんまに可愛くない？消そう。え、可愛くない？じゃん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 、ブル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 ブ